さて、またしてもアンドリュー・ジャクソンだぜ。今回のお話は現代社会と密接する部分があるんだぜ。このアンドリュー・ジャクソン、なんとあのドナルド・トランプが信奉した大統領だ。めっちゃダイレクトに現代政治じゃないですか。もちろん今回はトランプの話じゃないぜ。あくまでも第7代大統領アンドリュー・ジャクソンのお話。以前の動画でもやったが、アンドリュー・ジャクソンは庶民に大人気の大統領だった。エリート出身ではない、両親を亡くした貧しい出身だ。だから庶民の人気を勝ち取ることができたんだろう。ジャクソンは下層級の市民を大事にする政治を行った。白人の男性限定の民主主義だがな。そこが引っかかんだよな。だが、それでも大変な進歩だったんだぜ。それまでは金持ちしか投票できなかったんだから。ほう、女に政治は語らせちゃいけないってんですかい。その辺もまたその時代の考えってやつですから、そういう部分も頑張る人が後の時代に色々と出てくるんで、落ち着いて。さて、ジャクソンの政治とはどのようなものか。こちらをご覧になっていただきましょう。じゃじゃーん。おお、すげえ、ここが世界の中心ホワイトハウスか。ジャクソンは選挙民をホワイトハウスへ招待したんだぜ。そんなこと、してたの。そそ、ホワイトハウスへの見学ツアー、昔で言ったら王様の宮廷にご招待、だな。ちょっといいですか。これって完全に利益で釣ってるよね。利益で釣っているんだぜ。戦後の日本の政治家さんとかでこんな話がある。自分の選挙区の小学生とか国会に呼んで、政治家の先生と一緒に写真を撮るとか。しかし、アンドリュー・ジャクソンはもっとすごい。ホワイトハウスの前にチーズを置いて選挙民に振る舞ったとか。マジで？正しくは少し違うんだが、ジャクソン大統領がある日、巨大なチェダーチーズをもらったんだぜ。そのチーズを2年間寝かせた後、ホワイトハウスで試食会を開いてみんなで振る舞ったんだぜ。試食会には大勢の人が押しかけてチーズは2時間でなくなったそうな。うまいもんがあったらそりゃどこにでも押しかけるよね。なんだかなぁ。と言いたくなる気分なんだけど。ジャクソンは庶民に対しては開放的な政治家だった。明けっぴろげな性格だったわけだ。大統領の就任式の後にもホワイトハウスを開放してパーティーを開くくらいだから、その紹介客なんと2万人、の目や歌やの大騒ぎ。アルコールが入るにつれて、イベントは制御不能に。陶器類や家具は壊され、食べ物や飲み物がほぼ全てのソファの上にぶちまけられた。まさに、無秩序状態。秩序も何もあったもんではないな。でも、ただ酒飲めると知ったらみんな押しかけるよね。アンドリュー・ジャクソンの治世には一つの大きな特徴がある。スポイルズシステム、いわゆる寮関制を導入したんだぜ。なんなの、それって。公務員を自分の支持者と交代させたんだぜ。そんなことしちゃっていいんですか？っていうか、公務員試験。なかったんやろな。当時は、それに公務員といっても、複雑な仕事はそんなになかったんだろう。アメリカって世界最強の国家だと聞いたんだけど、話を聞いた限りではなかなかのバカ国家ではないかね。当時はまだ今のような世界最強の国家とはまだ言い難かったが、しかし、寮関制を導入したジャクソンにだって言い分があるだぜ。ジャクソンの言い分はこうだ。当時の政治はエリートたちが庶民を支配している。だから政治と行政を官僚や専門家から一般大衆の手に取り戻すべきだと考えた。みんな公務員にしてしまおうぜ、というのがジャクソンたちの主張なんだぜ。ずっと公務員をやっていると腐敗の元となりかねないので期限を区切ってみんなにやってもらう、と。それ、19世紀のアメリカどころか21世紀の現代日本でも通用する主張じゃないですか。アンドリュー・ジャクソンは現代政治家の一つの価値パターンを作った人物だぜ。当時のアメリカは今の日本よりもはるかに大っぴらに票の買収が行われていた。酒おごるから俺に投票しろ、が普通に通用する時代だったらしい。そんな賄賂がまかり通った国家なんかろくでもない国家だと思うが。ところが今では世界最強の国家になっちゃったわけなんだぜ。でもさ、うまいもんと酒くれたら投票しちゃいますがな。
それでいいのか、民主主義。ジャクソンの政策の一つを挙げるとすると、かつて政府が設けた第二合衆国銀行を叩き潰した。当時の第二合衆国銀行は富裕層と海外の資本家たちによる不正の根源である。と、一部では言われていた。つまり、金持ち連中が腐ってる、と。実際どのくらい腐敗していたのかはウプ主にはわからない。しかし、はっきりしていることがある。第二合衆国銀行はジャクソンとその支持者にとっての敵であるエリート層を支持していた。だからジャクソンは政府の預金を下ろしてしまったんだ。そして自分を支持する銀行へ移し替えたんだ。そんなことされたらたまったものじゃない。第二合衆国銀行は潰れてしまったんだぜ。ある種の独裁的な手法ではある。貧民を優遇して自身の権力を強化するような、貧困国の独裁者のポピュリズムとどこか似ているような気がするんだぜ。それで貧しい人たち救われるならそれでもいいんじゃないですか。エリートばかりが美味しい思いをしていたら俺たち庶民だって。敵にはなりますわな。民衆に飯をちゃんと食わせることが政治で一番大事なことじゃからのう。まあいい。特にこの意見に固執するわけでもないんだぜ。しかし、ジャクソン大統領についてはどうしてもこの問題に触れなければならないんだぜ。インディアンの問題だ。1830年、インディアン移住法がジャクソン大統領によって調印される、ミシシッピ東岸のインディアンを中西部に強制移住させたんだ。当時指定されている場所はアメリカの管轄外だ。アメリカ合衆国の管轄外。それって国から出ていけってことだよね。そういうことだな。それは移住とは言わんな。実質的な国外追放だな。1万5000名いたチェロキー族のうちおよそ4000名が途上で亡くなった。人々はこの悲惨な出来事を涙の道と呼んでいる。インディアンの住んでいる土地は肥沃な土地だったからな。ちなみにジャクソン自身も綿花のプランテーションを持つ王子主だった。いい土地が欲しくてインディアンを追放したわけですか。スティーブン・キングというホラー小説家がいるんだぜ。その筋では説明不要の超有名小説家だ。その小説の中でインディアンの埋葬地の上に建てたホテルの話なんてのも出てくる。映画化されて、ホラー映画の古典にまでなっている。というわけで、今回のお話はここまで。次回はジャクソンを辞任に追い込んだ1837年の強行についてやれたらな。と思っているんだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は胸クソ悪い終わり方ですな。インディアンたちかわいそう。